でもそれも自分が普通じゃないって言われてるみたいで、そんな人たちすらも私は。はるちか。
この先も。ありがとう。でも、こんな面倒くさい女がい。別に、泣いてなんかないわ。ハルチカ、うさんくさい笑い方が一丸だわ。でも、普通じゃなくて。そんなの当たり前よ。こんなにハルチカのことが好きなんだから、相性が悪いはずないわ。だから一緒に景色を見る以外に、ハルチカが私に幸せを教えてくれたように、私も。どっちでもいいわ。だって私はもう幸せなんだもん。どうしたの？そうね、そういえばハルチカが来るのは初めてね。緊張することなんてないわ。今は両親も出かけてて、うちには私しかいないから。だからもし今ハルチカに何かされても誰も助けてくれないわ。困ったわ。どうしたらいいのかしら。